岐阜県のあれしますよ。きらぼしなら許そう。でもきらぼしもだって大丈夫。禁止。やっほー。まだね、ちょっと。それ具合ちょっと良くなりました。なんかもうこの世の終わりなのってぐらい悪かったけど、今は全然大丈夫です。なんかね、ちょっと不安だった。ちょっと今朝の具合の悪さを。ありがとう、玉投げしてください。ちょっと不安だった。結構ありがとう、みんな。この配信はでもね、そう30分ぐらい、30分ちょっとぐらいできるので、ちょっとみんなとお話しして精神統一したい、みんなとお話しして癒されたい。ありがとう。ユンケルって何ですか？なんかちょっと元気ビタミン剤とか飲んでみようかな。それこそあるけど、なんか、なんかチョコラ BB のプレミアムみたいな。ユンケル、溶剤なんだ。オロナミン C、 確かに。あー、いいね。これは今日17時からST48の写真集制作権争奪イベントが始まるんですよ。でそのためのギフト禁止のアンケートとなっております。そう、ギフト禁止です。でも私はちょっと17時からは配信できないので、お家に帰ってきた22時からとかになっちゃうかもしれない。でも21時半とかにもしなんかお家帰れてたら、その時配信するので、よろしくお願いします、ね、ありがとう。できることは全部するよ。ありがとうございます。スタンバって、リコちゃん何番投げればいいの？13、私13の数字もすごい好きなんですよね。なんかちょっとくすみがかった色で13ってくすみがかって頑張ってってありがとう。別、あのもし22時より早く配信できるってなったら大丈夫ですかね。私すっごく不安です。
なんかそっか始まってもないのになんかその結構その体調不良具合の悪さがこの悩みからも来てると思うんですよあのなんかちょっと不安で考えすぎちゃうみたいな、みんな信じましょう、お互い。そう、病は気からだね。そうだね、2024年初めてのイベントだから、イエイっていければいいけど。そうだね、目の前のお役目に集中だ。優しい、ありがとう。そうだね、配信できてるもんね。いやいや、私常連と言われても、常連じゃないもん。みんなの力だから、私の力じゃないんだもん。全部みんなのおかげだから。でも私が弱気だったらみんなもう弱気になっちゃうだろうから、前向きに私も行くけど、今は不安にならせてなんかふわふわしてるんですよね。でも聞いてください、昨日私お布団入るの早かったです。1時に布団入りました。偉くないですか、私が1時だって。この私が1時、元写真部エリートの俺にじゃあ写真撮って。かなりの早寝でしょ。でも寝つくのに30分ぐらいかかっちゃって、えらいよね。ねえ、ありがとう、成長してる。いつもよりかなり早いよね1時って偉すぎない？すごいよね。え、朝5時やばいじゃない。だからこのイベント期間もその早寝部できるようにタイムアタック、お風呂ってやっぱタイムアタックだから頑張ってみよう。ありがとう、えらいえらい嬉しい。やっぱさ、写真集出すにも美肌が命じゃない？何語っとんねん美肌が命じゃない。だからちょっとストレスフリーに頑張ってみる。高校生もウケる。いや、ほんとよ、ほんといね。高校生か思った。睡眠の質上げよ。美肌天使されてる、なりたい。でもあともうここあと2日、今日含めて2日で、あと久々に自分家のベッドで寝れるから嬉しい。ほんと美肌メインの無加工写真集出せるかも。出せるようになりたい。そうだよね、お風呂はそうでゆっくり使っていいもんね。でもお風呂ゆっくり浸かりすぎて遅寝部になっちゃうんだよね私。
続くとなかなか疲れそうなよね。ねえ、わかる。出張、皆さんも出張とかしたりしたらこうなっちゃう。かゆいね、ボリーたちが待ってる。早く会いたいな。え、わかる。お風呂2時間以上、たまにめっちゃ2時間ぐらい使っちゃうよね。めっちゃわかる。怖い怖い怖い。質問、質問です。このイベントはタワーも1000ショーゴールド ×10 も同ポイントですか。なんか確かに2時間ほんとふやけるよ。ほんとふやけるよ。確かに 500SG 以上のギフトは1個でも無条件で 1.2、 500SG 未満は10連した時のみ 1.2。 あ、活人、あ、全部 1.2 になるんだ。怖いです。線とか言葉が怖すぎて。怖い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 。うん、やっぱり1.2 倍になるもんね。あ、そうなんだ。ただ一つでも 1.2。 あ、じゃあ、でもそんなこと言えないよ。みんなイエーイみたいな、ダメダメって思っちゃう。出費、はい、じゃあ帰っちゃう。今夜はパッキング配信になりそう。パッキング配信、あとは工藤理子の怪し配信になると思う。だって本当に不安なんだもん。なるほどね。荷物詰め詰め配信になると思う。怪し配信、私夜泣きひどいから。喉の調子、あ、良かったです。めっちゃ良かったです。寸止め禁止だね。寸止めは禁止だね。寸止め NG だね。みんな寸止め好きなのにね。龍角散ダイレクトのおかげかも、うん、今からさ、ドーナツ食べてみてもいい？戦略的かしら。いや、かなりお利口さん、本当に優秀です。私本当に心強いもん。このここのみんなと、みんなに応援してもらえて本当に心強い。×9 チーズケーキっていう名前の味のドーナツ。昨日余ったもの、余ったので、じゃーん、いい香り、チーズケーキの香り。ラテールみたいな、ラテール、ラテールかな、ラテールっていう名前のパン屋さんのドーナツ。あ、15分、415日ありがとう。良い子の、良い子、良い子の日。ではいただきます。
これで食べ続けようっと。これで可愛いって言ってくれるのみんなだけだよ。うん、これねもう粉つけ取っても取ってもまた継ぐからもうずっとつけとく。クリームチーズが中にクリームチーズっぽいのチーズケーキの素みたいなのが入ってる。めっちゃ美味しい。プチ服仕事に転職、スタッフ募集、社員募集中。わんぱくです。もうねずっとついちゃう。いけるコウメ太夫になったらめっちゃ面白いやん。チクショーめっちゃ面白いじゃん。取れんのよ。めっちゃ美味しい。なんかパン屋さんのドーナツらしくって、だから生地がめっちゃ美味しい。なんかドーナツの中ではすごい上品なおドーナツでございますわね。最近ね、上品っていう味の表現として上品が分かるようになった。うん、お味の表現として上品が分かるようになった。上品な味とは何か。が真っ白になった。何この口。うん、上品に食べようね。で、成長した。あ、上品なお味大人ギフト。何これ。鼻にはつけませんよ。
マジ元気すぎて怖いな。おいしすぎる。おいしすぎて横揺れ。飲み物は水しかないです。つけないよ。すごい。すっごく美味しかった。いける。ギフト優しい。右目にもついてた。左右耳にも。どうやって食べた。ほら、ハッピーターンのついた手ってさ、充電してるんだけど 10% になっちゃった。多分だけど充電のできるその容量がちっちゃいからだと思う。そんな止まっちゃった。ちょっと夜は 100% で皆さんとお話できるようにしておくので待っててください。美味しすぎループ半目で止まった。失礼しました。ハッピーターンの話してたのに。あのハッピーターンの話なんですけど、口の周りにそう白い粉をこうやってつけてんで、やっぱ一番最後に拭い取るっていうのが一番いいやり方なんです。ハッピーターンだって最後にハッピーターンの粉がついた手を舐めるのが一番美味しいじゃないですか。もしね、ちょっと下品だったらごめんなさい。それと一緒で白い粉がいっぱいついたドーナツもそうやって舐めるのが一番美味しいんです。わかる。あの粉のふりかけめっちゃ欲しい。指が美味しい。で溶けきれなかったさ、あの軍団も大好き。溶けきることもできなかったコラーも大好き。30分ぐらいで終わろうかなと思ってる。ちょっと今から準備する。
でもちょっと具合良くなって良かったです。ドーナツ食べてちょっと元気も出たし。寂しいね、もうお別れだなんて。バイバイだね、江戸川コナンくん。そうなの、クルトンサクサク派しなし。サク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 、クルトン、クルトンはもう先に食べてる、先に食べちゃう。寒くなるから気をつける、うん気をつける。元気になった、ありがとう、優しい。ご試合くださいね、ありがとう。バイバイしたくない、また夜会えるよ。お、ソワレよろしくお願いします。待ちソワ、待ちソワ、今日待ちソワです。低血糖でも、私低血糖もある。でもやっぱちょっとなんかちょっと中華れと言いますか。ね、お片付けしよう、ここら辺散らかしてるから。結構私ね、ちょっと大変なんですよね、ほんと体調管理。うーん、ほんとに、うん、お昼はね会えない。おでもほんと今日お利口さん全員集合みたいな感じするじゃん、今日明日で。超楽しみ、お利口さんに会えるの嬉しい。ドーナツの粉床全然大丈夫じゃない、元気なリコチで いさせて。やばい、かける気がするんだけど。回復薬ありがとう、思いっきり楽しむ。こんなもんかしら。確かに暖かくなったり寒くなったりね。でもね、昨日ねあのブランケットを手に入れて、そう毛布だから寒くなかったよ。朝寒くてサブって起きるんだけど、寒くなかった、嬉しかった。あ、10時半ですか。ちょっとここ捨てて、しちゃうわ。何度言ったら分かるのよ、本当に。私は
しらかしちゃったミス。あ、留学さんダイレクト言えてない、どこも言えてない。留学さんダイレクト、玉のおかわりください。もう玉アミラボとか言ってる頑張れ立派な大人よ私。みんなと今日現場で会えるのも楽しみにしてるし、その後の夜配信もすっごく楽しみにしております。イベント2つも楽しみですね。楽しんでいきましょう。うわー、待ちそう、よろしくお願いします。おおお、分かった。髪色楽しそうだな。お見送りもそうだね、あるし、アフタートークもあるので。では皆さん今日も健やかに頑張りましょう。それではいきますよ。あ、39から読み上げますアマピーさん、さかなさん、みつさん、フォーユーさん、リコチコンコン、アキさん、イッシーさん、ヤミネコさん、ポジハメさん、タワシさん、カイワシラさん、ヤッシーさん、ナベナベ所長、サトトモさん、ナオトさん、ヒロちゃん、モビさん、タッキュン、ケイさん、ウポさん、ミユラさん、オダヤンさんX メンさん、ケンゾウさん、モカチカモさん、ソニチ、ツッカーさん、ワッサブさん、ヤッスン、ユキヨさん、スノーさん、ネギショギュータンさん、ネギショギュータンさん、ケラツツキ推しのシンチ、お役目とイベント楽しんでいこう、ノーネームさん。あ、そして本日の秋元先生役はノーネーム先生です。ありがとうございます。大地さん、渡辺さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はオレリーさんでした。ありがとうございました。第2位はボヤッキーさんでした。ありがとうございました。そして第1位はケイタさんでした。ありがとうございました。皆さん私の配信見てくれて本当にありがとうございます。では今日の皆さん健やかに頑張っていきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえいおー、みんな健やかに頑張ろうね、一緒に。またね、健やかに、バイバイ。